はい、ええー、皆様おはようございます。トーマです。ミワです。えー、っとですね、まおちゃんの TBS でのアイスショー SDGS でのアイスショーでの浅田まおちゃんが滑ったカプリーズは、すでに今全国で開催中のアイスショービ e ン o の、えー、ラスト2曲前あたりで、えー、登場してくるあのセンスぶんぶんと私が以前からコメントをしていたプログラムですよ。えー、実際のビヨンドでもまおちゃんの観客へのアピールが激しく華麗に見せがちますよ。 明るく激しく情熱的な、えー、魔王ビームに、えー、やられていますよ、ゼキュントに。うん。で、何曲も滑った後に、あのカプリーズだから、ほんと体力を化けるみたいに素晴らしく、えー、センスの使い方がまた絶妙だわ。日本舞踊の方に確かに習ったりもあったから、さらに良さが輝いたな。えー、寺ワコーチの扇子文文鬼ステップは、ぜひ会場で、次は秋田公演よ。うん。はい。そして、愛の夢は、ビヨンドでは。 えー、今井遥ちゃんが滑り、柴田亮さんも一緒にペアみたいにリフトされたりもあり、えー、綺麗ですよ、えー。真央ちゃんの愛の夢も素敵すぎて感動しました。いちいち綺麗。うん、いちいち綺麗。確か作曲者のルーツを回る旅バン旅バンクですね。旅バンクってたんですね。なるほど。えー、旅ランクにも出演されて、うん。えー、リストももっと早く知っていたらとも言われていたから、やはり TBS の企画でしたよね。 まさに相性で見せてくれました。流れがやはりステップが最高でしたね。こちらは滑らかだけど内容が鬼ステップレベル 40, レベル40くらいの極上な大人魔王様。あのペットボトルの花みたいなオブジェをリンクに、えー、お花畑みたいに配置して、えー、プログラムの中で10枚の花の花びらみたいなオブジェの周りを華麗に美しくすり抜けたり、うんえー、そして あの、脱輪なし成功。花びらオブジェの、えー、真ん中で、えー、きれなスピンをされたり、ということですね。うん。あの、愛の、愛は翼に乗ってのツイズルも、ぐる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 美しくフリスに入っていましたよ。えー、これはあの、チェロスイートの滑りが、コンパルソニー、コンパルソニーが、逆に、えー、滑りに生かされていましたよ。うん。やっぱり最高、明日もーちゃんは、ということですね。これが、えっ、ー、と、SDG の、んなんだっけ SDGS ですね。の章ですかね。うん。はい。ということみたいです。うん。ちょっと見てみたいですね。どんな感じだったのか。うん。えー、ちょこちょこ調べてみます。多分動画の載ってるんでしょうかね。ちょこちょこね。うん。えっ、ー、と、アクアマリンさんよろしくお願いいたします。カムデン君はコロンビア大学に編入して、フルタイムで学生をしながら休養せずに頑張って続けています、えー。カレンチェンと付き合ったのはコロ、あ コロラド時代ですね。うん。なるほど。カムデン君の新ショートの振り付けの様子、オンアイス、えー、ペクスペクティブの、えー、YouTube で見ましたということですね。なるほど。同じリンクで練習している坂本さんとぶつかりそうになる場面もということみたいです。うん。デ、えー、ムカンがいたり、佐藤君を指導していたのは、シゼロン、フランスかな、えー、マリー・フランス先生は、シングル選手の振り付けはあまりしないと聞いていたけど、来季男子、 えー、ロマン・スドフスキー君ですね。新ショートについての振り付け。うん、ロマン君ね、えー、A Different Kind of Love は、ソン・ルックスの曲だそうです。うんえー、そして、ネイさんは、スターズ・オン・ワイスアメリカの練習で、Hold Me Closer を滑っているから、マシュー・キャロンの衣装はこれでは、えー、ラファエル・ジッチ、うんあこのあそう。ラファエル・ジッチ選手ですね。あの僕、気になってた選手。スイスのステファン・ガシックにいましたね。 河辺さんやえ柿内くんと写真にいたこの選手ジャンプほんと決まってきたらすごいですよあの本当に、えー、すごいこうなんか手も出やすいっていうかのね何て言うんだろう一風変わった振り付けが多いのかなっていう気がするのでうんえ直木のく君もジッチも木下アカデミー溶け込んで見えるということですねうん確かに見えましたねうん えー、島田幸四郎君はショートプログラムシングシング持ち越しで、あ、持ち越したんですね。えー、シンフリープログラムは死の舞踏、うんですよね。が、どんなプロになるのか、えー、楽しみですね。という死の舞踏を滑る。死の舞踏っていうのは、これサン・サウスの死の舞踏ですかね。うん。えー、あ、コストルネああ、19歳、がキキで国津をにプロポーされたそうです。婚約ですって。ペアのパートナーです。うん、婚約。 うん。天理婚約ですかね、これは。えー、すごいですね。これ、速報ですかね。うん。クラコは、ロシアからポーランドは、彼氏ポーランドのアイスタンサーと別れたのか。うん。インスタからラブラブ写真が消えてるということですね。まあ、わかりやすいですね、本当に。あの、海外の人は、というか、その、なんていうのかな。まあ、海外の人関係ないんですけど、あの、別れたらすぐ全部消すっていう <laughs>。ねえ、あの、なんか、 ライティのシンプロイヴァン・ももヴァリ,ジリ,リギーニに,に振り付けをしてもらったたよとといいうことみたいですね,、うん、ねだからまあカップルチャンネルとかやってる人もなんか大丈夫かななんかほんとねあの YouTube ね別れた瞬間に YouTube 消したりとかね、うん、あのインスタインスタはちょっと分かりませんけどねそういうことをするとね、うん、だからいい時はいいんですけどまあいろいろあると思うんですけどね、うん、はいということみたいです はい。えっ、ー、と、こんにちは。えー、三浦千里さんよろしくお願いいたします。えー、少し忙しくていて、えー、かぶくのテレビを見れないかったので、て、結構前のかぶくの動画にコメントになります。えー、宮様お帰りなさいませ。うん。やはり宮様のコメントは楽しいですよ。最初のあたり、宮様今度は詩人気だった。<laughs> これがもう最初から私の笑いの都合に。皆様ごめんなさい。えー、宮様は真剣なんだけど、こういうところが可愛いのですよ。 何にでも真剣なところが。でもさすがカブ君これがラルカンセールの歌詞からだって見抜きましたね。なんとなくそう思いましたね。うん。え私、ふと思ったんですが、意外と宮様とカブ君がお笑いコンビ組んだら結構いけそう。本当ですか <laughs> え私、めちゃくちゃファンになりそうです。まあ、カブ君ベルギーにいるから現実的じゃないんですけど。でも、え動画上でもできそう。 皆、えー、様のちょっと天然な可愛いいコ,コメントに、カブくんが、なんでやねん、今度はファラオ会みたいな <laughs> 関西弁ツッコミ、今度やってみてください、えー。バカみたいなことをたくさん書いてしまいましたが、皆様、これからもハートマークたくさんの鬼語りをお待ちしてます。カブくんツッコミよろしくお願いいたします。なるほど、うん。まあ、あの、あんまり呼ばないね、僕得意じゃないんですけどね。でも、なんだろう、あの、オンラインコントということですかね。うん その皆様明日もーちゃんの、えー、ビヨンド・ザ・ファイナルのチケット、えー、二次選考発売が明日いや今日の5月20日の土曜日のお昼前ってことですよこれは20日ってことは今日ですねあれもう終わったじゃんうん5月20日の土曜日のお昼前ってことです終わりましたね あお,お,お昼前からですね。うん。11時発売開始ですということですね。すでに発売開始中でした。えー、5月病、殺病っものかなこれ、病、5月病、28日日曜日までですよ。うん。今回はビヨンド公式だから、からだからですね。申し込みを第1位はですね、TBS チケットだったから協賛かなという子ですね。行かれたい方は、昨日11時からですよ。えー、始まっていましたや、ぜひ、うん。えー、っと、昨年秋の開幕、滋賀公演を皮切りに、 9ヶ月約80公分以上になりました、うん。すごいですね。ほんとすごいですねあの。弾丸っていう感じですね。なかなか体力を持てないと思いますよ、えー。スペシャルプログラムを追加に、ご来場を、えー、全員に記念グッズをプレゼント。欲しいな。公、えー、演日は7月の1日、2日、8日、9日、15日。えー、こちらまでがの日で開く。えー えー、11時半と16時半だからと、えー、7月5日12日は水曜日に14時半からのみに、えー、マリティン様はどうかしら水曜日、うん、どうでしょうかねあの千秋楽は7月の17日月曜日海の日祝日ですよ、えー、アリーナが1万5000円、えー、スタンドが1万2000円そして覚悟と進化の集大成をお見逃しなく覚悟と進化の集大成、えー、ぜひ生の極上な滑りを見てくださいね夜中目覚めそういえばとあ 夜中を目覚めたんですね。うん。いや、夜中はあ,ありがとうございます。でもちょ、ちょっとね、寝不足になるのが心配ですよ。うん。えー、まおちゃんの賞集大成はね、迎えるということですからね。うん。はい、あの、これからは賞をどうするんでしょうかね。うん。えー、まあまおリンクができたら、いろまたやるんでしょうかね。そこら辺が気になりますけど、まぁ、あ、章が終わって、ちょっとまおリンクもできるということですか。まあこのタイミングいいのかなっていう気はしますね。まあ、け計算とかも。 でされてる可能性あるんですけども。うん。えー、島村長さん、よろしくお願いします。かぶさん、おはようございます。いつも陸上フィギュアありがとうございます。えー、スピンとジャンプ、素晴らしいと思います。うん、ところで、えー、コストルナヤさん、婚約したそうです。うん。相手はペアのパートナーです。競技にもプラスになるといいですね。うん。しばらくは競技会では見れないと思いますが、期待しています。 あと、ビヨンドの選手だけのチケットが取れたんで、立ち火に行ってます。あ、おめでとうございます。うん、立ち火行くと。サンクス以来の浅田さんのショー楽しみです。ということですね。いやーね、楽しみですよね。ビヨンド僕楽しみなんですけど、ちょっとどんな感じなのか、まだちゃんとね、あの、把握はできてないんですけども、皆様のコメントだったりで、頭の中で演技してるんですけどもね。で、コストルネアさん、翻訳、相手がペアのパートナーということなんですけどね。 あのー、これはいい,といいことですね。いいことというか、そのなんだろうパ、ペアでもあり、ペアのパートナーでもあり、ね、本当に結婚、婚約も結婚もするということだと思うんで、まあいろいろあると思うんですが、日常生活では逆にね、うんえーと、女性が男性を、ね、投,げ投げたりすることもあると思うんですけどね、はいうんまあ、そこらへんはうまくやってくださいっていう感じではあるんですけど、うん、ね、はい。 うん、コフトネアさん、なんか、あのエテリ先生曰く、すごい、こう、女性らしさがあるっていう話がね、あったと思う、確か。で、アーニャは、あの、スケートが大好きな女だナの子、うん。トゥルソワなんだっけなトゥルソワは、なんかあ、男らしさがあるとか言ったりするんそんな。なんか、そういう気がしましたね。うん。はい。えー、カオリンさんよろしくお願いします。カブ君こんばんは。私も2020年全日本見てきました。えー、皆様がおあ、これ、あれですね。うん、あの点ですよね。あの点どうしようかな。 ででもいいですね、うんえー。全日本の放送時間が足りなくて、その後の番組ミヤネ屋などで表彰式や舞台裏を放送してくれるから、これも楽しいですね、うんえー。ミヤネ屋さんもなぜかあんまり人気ないです。人気相手が結構批判的な人多いですよね。てかコメント欄じゃなくて、いろんな界隈で。うん 結構好きなんですけどね。なんか結構ね、あの、なんかそういうのを見感じがするんですけど、今回の件でまた見直しができました。え、翔馬くんの弾音で可愛いぴょんぴょんが見られたし、ゆうまくんの緊張した息を大きく入った表情から始まったし、そして羽生くん刈り上がった演技で、私がゾクゾクしたあの振り、天と地と鳥肌が立つくらい素晴らしかった。うん。さすが羽生譲るだって思った瞬間でした。え性確認できてるそうなんですよ。僕もね、あの、それを確認しに行ったんですよ。 本当にそんなのあったのかってそしたらもうあのそれどころかですね <laughs> あまりにも試合が楽しくて見にっちゃいましたようん。あの松井さんの提供で見直せましたそうなんですよある意味ありがとうございます,ですきっとしばらくコメントをされないかもしれませんがもしコメントをされる時が訪れたら紙飛行機の送信ボタンを押される前にこのコメントで傷つく人はいない,いないのかの反対の立場が自分がいた場合もえ大丈夫なのかと一呼吸置いてから押されることをお勧めします なるほど。あ、紙あ、送信ボタンですね。えー、ご両親様の、えー、介護で心身ともにお疲れかと、えー、思いますが、癒しでもある歌舞伎のテレビが癒してなくなってしまわないようにしましょうね、ということですね。うん。はい。はい。というわけでそこはね、ちょっとお願いしたいんですけども、うん。はい。 えっと、坂場さん、よろしくお願いいたします。かぶくん、おはようございます。坂、えー、場さんですね。昨夜、なかなかコメントを見れず、ところどころですが、訪れることができました。嬉しいです。私の癒しの場になっているんです。かぶくは、南本当に寄り添ってくれるので、いつの間にか私は今年になってですが、参加をさせてもらっちゃっています。ありがとうございます。特別話すことでもないこともついついなので、また個人的なことなんですが、今、ここでコメントに出てきたメキシコのドのバンくん。うん、ドロバン君ですが、この子 は以前動画が上がっていたのを見て見てからファンになりましたとてもこの子は可愛いんですよ、うん、あの結構引きつけますねでファンが多い、うん、あのスケートを見リカだったかなの時もすごくファンがあの多くて拍手が大きかったですよドゥルバン君のうんでメキシコはスケート関係に恵まれず親元を離れてサポートしてくれる方とえ練習できる小さなリンクで頑張ってるんですよねうん うん、そして、そのスケーティングを見たら好きなくらいだから、才能があるんだなと感心しました。え大きな技はたくさんなくても、何か私には惹かれるものがあって、頑張っていってほしいなと勝手ながらひっそりで応援しています。なぜか素敵なんです。素敵ですよね。僕もすごい好きですよ。なんかあのー オーラがありますね。あの、滑ってる雰囲気もとてもいいし、とても可愛らしいなって思います。うん。失敗もあるけれど、結局フィギュアスケートって見る側がどう思うかなんですよね。えー、ということで、私の周りには、誰もフィギュアスケートに興味のある人がいないんで、初めて話せました。うん。すっきりしました。ありがとうございました。はい。ということですね。いや、来季もまた楽しみましょう。うん。あの、ドルバン君は、まあ、もちろんグランプリシリーズが出てくるのかなと思うんですけどもね。 うん、彼は4回転やってたかなトリプルアクセルまでだったかなトリプルアクセルやってなかったかなうん。で、まあでもかなり引きつけるスケーターですのでね。うん。あの、そのようなね、愛嬌のあるスケーターの方がな結構いるんですよ。いらっしゃるんですよ。その、まあ、レベルの話をすると、まあ、その、なんて言うんだろう、こう、決してトップには来ない。 ももあるんですけどもただ結構、そのまあ、下いっていう言い方ですが、まあそういったレベルの選手の中でも、本当にこう愛嬌があったりとかね、めあんまりこう目につかない選手だったりとかね、うんもうやっぱ注目すると結構面白かったりするんで、まあ、ジュニアグランプリーも結構今40名ぐらいね。 一つのジュニアグランプリ出てくるんですけども、まあ、結構中に面白い選手いたりするんで、まあ、第一期もちょっと楽しみにしていきますね。うんあのー、昨年、こまあ、今シーズンか、今シーズンの、まあ、ジュニアグランプリで、あのー、エジプトの女の子、い、え、ま、ー、だに僕覚えてますからね。な名前ちょっと忘れちまいます。演技はもう覚えてます。なので、結構あんま点数とあんまり関係ないのかな、うん。やっぱ引きつけるっていうのはね、なんかそんな気がしますよ。うん えと北竹日4さんどうもです。えー、株君おはようございます。伊藤峰さんがやりましたよ。うん、言う、言そうです。えー、22.08点。これがどれくらいの点かわかんないですけど、2位の USA の方は20.51でした。えー、3位の、えー、スイスの方は19.25でしたというこですね。うん。いろいろカテゴリーがあるんですよ、これ、確かね。えー、曲は福間幸太郎さんですか。福間幸太郎さんのシャンソンメドルだったそうです。4分間練習ではダブルアクセルを飛んでましたよ。すごいですね。 どのスピンなことか、回転が速いって驚かれている方も見えましたよ。寒冷地までアクセルを飛ぶのかということみたいですね。なるほど。これ、あの、アタルト大会の、あれですよね、えー、ね、模様だと思うんですけども、あの、これ多分 YouTube で配信されてると思います。ちょっと後で確認していきますね。うん。あの、ね、えー、っていう感じで、ちょっと見ていきますね。あの、いろんな選手がね、出てます。過去には、シーズンでいろんなこうね、先生とかもね、出てたりしてて、うん。 はい、あの時ちょっとプチ問題が発生したんですけど先生がなんで大会に出てるんだっていう感じでちょっと問題になったんですけども、ね、まあそんなこともあったり、いろいろありましたけどね。うん。えー、木更24さん、もう一頭です。言い忘れました。緑さんの衣装はちゃんとしたきれいな衣装でしたよ。本当ですかえー、かぶ君が工事現場の服みたいなって言われてたから。あの、僕が見た衣装ってあれは衣装じゃなかったのかなあの、黒くて、なんか緑のこう、なんていうの、蛍光色的な感じの、 あれは練習着ですかねあのー、すいません、もう多分ね、僕の間違いかもしれない。あのね、なんか公式練習だったのかなうん。本番では衣装変えたんですかね本当になんかそういうとこでいくのかなと思ってましたね。うん。ちょっと後で確認していきたいと思います。多分公式練習の時だ見たのかな僕は。その衣装というか。うん。はい。 えー、MM さんよろしくお願いいたしますこんにちは、えー、昨日のもーちゃんの SDGS スペシャルアイスショーを見て感動して、えー、もーちゃんの過去演技動画を漁っておりました時にこちらを拝見しました私はコメントさせていただきます私はもうファンとしては遅めの2008年黒仮面からのファンでしたで、えー、翌年のバンクーバーシーズンからがっつりファンです えー、当時の女子人気は凄まじくて、試合のチケットは全く取れず、私が初めて真央ちゃんを生で見たのは、全日本のエキシビションでした。うん。その時のエキシがカプリースで大好きなナンバー、えー、五輪代表に優勝という形で選ばれてのエキシ、超、えー、満員の、えー、カドマのドームですよね。カドマですよね、確かね。 うん、のドームで用意して出ました。あの年は、えー、ショートプログラム仮面武道会フリーステーティングカネエキシビションカプリースどでもタチアナ・タラスワと真央ちゃんの渾身の作品でした。うんえー、19歳の、えー、真央ちゃんは困難を乗り越えてビヨンドしてよく演じ切ったなと、えー、今でも熱く胸が熱くなりますね、うん。それから13年の時を経て え、ビヨンドでカプリースが再演されることはファンとして感謝しかありません。え、主演のシガでカプリースが流れた時は、本当に嬉しくて嬉しくて、涙涙でした。え、しかしビヨンドでのカプリースって全15曲中の13曲目。うん、疲れ切ってるところであんなに激しいソロナンバー。まおちゃん体力お化けですよね。それすごく思います。あの、本当にすごいですよね。かなりストイックに追い込んでるのかな、現役並みというか、現役よりもというか、 そこそ、そんな感じが伝わってくる。キレが最近あるんですよね。えー、何回も見ても、土迫力に圧気に取られて、唖然としてる間に終わってしまう。えー、ノンストップで繰り広げられる。そうだけど、カプリースの時だけ3方向にご挨拶をしてくれるんですね。うん。細部を見る余裕がないんで、今回テレビで、フルで見られたことはとても貴重。鬼リピートしています。えー、当時も細かいステップで、えー、すごかったけど、技術が延熟した現在のモーちゃんの足元すごすぎますね。うん。 世界中のフィリアファンに見てもらいたいです。えー、愛の夢について語りたいですが、長くなるんで、今回はこの辺にしておきます。長文失礼しました。あ,ありがとうございます。うん。まおちゃんの演技、まだ見れてないんですよね。あのー、ねだからちょっと見てみたい。うん。でもこれ生で見るともっとすごいんですよね、ょっとね。なので、あのー、頭の中でしかちょっと演技見れてないんですけども、うん。チラッと現役復帰してくんないかちょっと感じますね。えー、マイク・マーティラさんどうもです。 えっとね途中のコメント後でちょっと紹介するんですが、えっと、途中の、ね、コメント変わるんですが話変わってロシアのコストルナヤが電撃婚約ですね、うん。お相手はペアのパートナーだそうです。あれだけの美貌なら男はクラッときちゃいますね。えー、ペアは続けるそうです、うん。それにしてもロシア女子は結構が早いですね。うん、あ確かにそうなんですね。ロシア女子は結構早いんですね。なるほど。うん ね、ということですね。はい。まあ、いろんなことが、ちょっとロ、ロシア、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、うん。ねまあ、本当だったらね、こういったね、えー、ロシアの選手たちもね、参加ね、あの、して、えー、ね、行ってほしいなって、やっぱ思うんですけど、まあ、今回、このね、現状はこうなってるんで、まあ、無理ですけどね。うん。まあ、そういった意味では、そう、もったいないですね。も残念ですね、本当ね。うん。でも、なんかあの、ロシアもそうですが、欧州の女の子たちっていうのは、 まあ、あの、やっぱりね、結構大人になるのは早いなっていう、ちょっと思いますね。うん。まあ、ちょっと、これ以上言ったら、まあ、何が言いたいかっていうと、結構、年を重ねると、まんまミニアになることがあるということでございます。 これ、これ、馬鹿にしてとかじゃん本当なんですよ。イタリアとかね、すごいちっちゃい時はなんですけども、やっぱりこう、食べ物がやっぱりこう、スピザとかね、パスタとかいろんなね、食べちゃうと、やっぱり、あのね、年を取ってくると、もうょっとも30代とかになってくると、結構まんまみになっちゃって、こう、ズドンってなっちゃうんですよね。うん、なので、まあそれちょっと注意してほしいなって思うんですけど、まあでも、アスリートだっ違うのかな。うん、はい。 えっと、マルディンさんも一ょです。こんにちは、ミワです。大変。夜中に目覚めて寝ぼけてコメントをしたからか、やらかし政府と安心していたら、あれやばい。見せ床のセンスブンブンがなぜかしら、センスプンプンになってしまっているんだな,ないでしょうか。これはミ様が、なんか、怒りがあるっていですね。アイムソーリー、ミソーリー。次にも、あれで、5月が5月病になって株さんがうまくかわしたからしらという。これ5月病っていうの、これありますよね。5月病っていうのって確か。うん。 あ、5月は上がって言いたかったんですね。なるほど。すみません。これ5月病って今ね、あのちょうど鬱になったりとかあるんですよ。まあコメントとかでもちょっと荒れたわけじゃないんですけど、まあ,あのもしかしたら5月のせいで、まあちょっと鬱になったりとかして、まあいろんなあるのかなっていうところで5月病がちょっと出てるんですよ。なので変な流れじゃなかったんで、5月病っていう感じかと思ってました。えー、かぶさん、コメントも気持ちでニュアンスが伝われば、うん、見直しする前にそういうのが来てしまい、えー、コメントに味が出たことにしておこうかな。でも全然ありだなと思いますよ。 あの全く気にならなかったです。むしろあの分かりやすいというか、ねえーまあ、そんな感じで雰囲気でやっていくので、えー、今後ともよろしくお願いします。僕も漢字マーは普通にある,からあ,のあるので、そこのところはという感じですよ、ね。また、酒屋の愛称は、まおちゃんの愛の夢の衣装に花が10個ついていたり、えー、ペットボトルの花びら、花壇、オブジェも10個はビヨンドキャスターが10人だから、やはりこだわりがあるということですね。うん。10にこだわりがあって、メンバーたちを オブジェにいるときと、いると想定をしながら、日頃から横をスルスルっと手で、ありがとうと一人一人タッチするから、イメージ通り、美しく滑って素敵だなと、メンバーたちへの愛も感じましたよ。また、明日のちゃんは、今を生きる人だったなと、うん、今を生きる人、えー、常に今日、今が最高の人なんですよね。 本当、と選手の時より楽しそうにあんなに弾けていて、見ていて元気になるプログラム、カプリースは、あの、客席によっては自分に向かって扇子をぐる,ぐるんぐるん回しながら上下に斜めにブンブンがすごくて、しかし足元も負けないくらいすごくて本当に興奮しますよ。私が見た公演は、さらにこれでもかのスピン、ステップもすごくて最高大好き。5月27日、28日の新潟公演は機材関係から若干席を増やすらしくて、 売り切り席をということですね。うん。で、5月24日11時まで抽選が上がっていましたよ。お知らせまでということみたいですね。で、また宮城あ、愛知公園6月10日11日や宮城公園6月24日25日も、よかったらまだ少しチケットが発売中ですよ。えー、その後が、東京・立川立日の宏明14公演がラストですという、もうこれが本当ラストということですね。えー、泣いても笑ってもラストです。 興味がある方はぜひと。うん。スタンドからも思った以上に見える。うん。7000円はお得ですよ。お知らせまでということですね。うん。はい。ということなんで、ま、結構安めなんですよね。なので、なので、なんでというか、なので、あの、え、ま、もうすぐ終わっちゃうんで、ま、あ本当最後、泣いてもらっても最後ということですかね。うん。はい。まおちゃんの書、ぜひね、見てください。え、そして皆様、もう一度です。こんにちは、みわです。 全日本のグレースピのあの涙のグランプリフランス大会から、ステファン先生が臨時コーチで、 確か105点くらいで自己ベスト出して、シューマくんは嬉しくて、ぴょんぴょんで、も、ま、うちゃんのバンクーバー仮面武道会のぴょんぴょんみたいな、と私もコメントをしたような。えー、それから大音は笑顔もちらっとあったりで、終わってからの表彰台では,は感激して泣いちゃったから、それでは、うん、えー、感動して涙を拭いたり、えー、可愛かった、また羽生君と抱き合って、しっかり腕を回してほっこりしたような。また、番組組後番、後番組のミスターなんとかででは、ミスターなんとかで、 ふすもくん、羽生くん、鍵山くんと3人でわちゃわちゃ楽しく会話をしながら、楽しそうに演技を見返したり、えーうん、また表彰式後のバックヤード通路では、まるでお兄さんに話しているみたいに、す、え、も、ー、くんが羽生くんにしゃべるしゃべる、えー、後に確か僕は自分のことを話すのが好きだと気づいたと,気づいたと、えー、確か言われていましたよ、す、え、も、ー、くんが。 うん、ずっとグランプリ東海を突然卒業になり、コーチ不在で一人黙々の時からの復活でしたが、やはり聞いてほしかったんだなと。それを羽生くんが、うん、うん、うんと、えー、うん。優しく一緒に歩きながら聞いてあげていましたよ。馬鹿にして笑っていなかったような。うん。楽しく嬉しく笑っていましたよ。何回も見たと、見たから自信があります。そこのところよろしく。場合、矢沢祐吉一、風、ある日の輪よりということですね。 こういう歌が何かあるんですね。あの、なんだっけ、えー。何回も見たから自信があります的な歌なんでしょうかね。まあ、とりあえず、本、ま、当、あ、平和だったということですよね。うん。はい。えー、それを感じます。うん、なので、よろしくお願いします。 いう感じですね、えー、と皆様、よろしくお願いもう1度です。ようええへ、ー、結婚記念日おめでとうございます。楽しい一日になりますように。旦那様も結婚40周年があのビヨンド札幌公演だったなんて、なんだか嬉しいです。うん、おめでとうございます。しかもそれも、ね、最初は気づかなかったということなんで、なんかそ,の、ね、そこでビヨンドされたんでしょうかね。うん 結婚記念日でのビヨンドっていうのはどんな感じなんだろうっていうね、気はしますけど。えー、皆様、こんにちは。美和です。うまこ藤原様、こんにちは。コメントが探せずこちらにありがとうございます。昨日のまおちゃんのアイスショー、かっこかわいく、華、え、麗、ー、に美しく見惚れましたね。また、あの、はじける笑顔は作り笑いではなく、えー、心から内面からはじけあふれた満面な笑みや、 え、意味に勇気や元気でパパをもらえたようなうんテレビでしたが、まえー、満面一般に幸せ、オーラ炸裂え、キラキラが眩しく、自分も何か浄化されましたよ。よえ、キラキラ王は衛兵に永遠に不滅です。ある日のあ場合、ある、うん、ある日の中島茂雄風なという <laughs> いろんな風があるんですね。 えー、ですというよりですね、うん、いろんな風をこれからも見せてくださいっていう感じなんですけどもあの真央ちゃんの笑顔っていうのはなんか努力の笑顔なんだろう努力してわ頑張ったって言ってあなんかやりきったっていうこうなんていうのかなそういう感じがしませんかねなんかねあのー、すごい努力して頑張ってなんかセミですごい血のにじみやな努力をした後にこうなんかああやりきったありがとうっていうそういうなんか感じがすごい伝わりますねうん。 はい、こんな感じです。